おお、まるちゃん握るかな、これは。おおおおおおお、あった、これ丸山選手優勝、おめでとうございます。おお、すげえ簡単じゃんねえ。いや、これ丸ちゃん、丸、はい、ちゃんがうめえかと思ったけど、黒がいいんじゃねえか、しかし楽だね、すげえ楽ねえ。はい、今日はね、白樺ツインワンスキー場のね、スノーラリーに来てるんですが、ちょっとね、かなり変わった車を発見したので、ちょっとね、動画取材したいと思います。はい、このマシンのオーナーさん、丸山くんです。よろしくお願いします。お世話になります、はい、ちょっと今回すごい車持ってきたねはい、今回ね、まあ、ボディはまあちょっといろいろ事情があってシビックですね、これで。はい、これを取ると、はい、なんとね、このインナーカバーがかなり独特な形状をしておりまして、これ 3D プリンター製なの。そうです、ちょっと中の気候が収まらなくなっちゃって、あ、自分で最初から。そういうことね。で、これフェンダーはこれ何かの流用なんだっけ。あ、そうです、LC レーシングのもうそのまま売ってるものですね。 あれをポンとダンパーステイに取り付けて。そうです。あ、で、このマッドフラップも、あ、これふにゃふにゃでいい感じだね。これがボディをかぶせた時にチラ見えするのが、あ、いいね、ラリー車っぽいね、これね。そう、特に前のこことかがなんかリアルな感じで、あー、見えて ね、はあ、これなんでできてんの、ゴム、これ多分ゴム系の。あ、これ何、 LC レーシングのこれについてんの。そうです、そうです。あ、はい、じゃあこれは他のラリー車にもどんどんつけたい感じだね、へえ。巻き上げがすごくて、それでこうメカ類がダメになっちゃうことが結構トラブルで多いんで。あー、マッドフラップで結構違いそうだね。そうです、あの、特にフロントはタイヤが動いてここからガッて入っちゃうみたいな。そうだね、まあこれこれから走るのがね、あの、雪上コースなんで、あの、走ったらもう真っ白けで見えないので、ちょっと走る前に見せてもらってます。はい、じゃあ、まあ、車も結構特殊なんですが、まあ、このね、インナーカバーがなんでこんな形してるのかっていうのをちょっとオープンしてもらいましょうか。はい、ちょっとインナーカバーで言うと、はい、ここに吸気があって、あ、はい、ここに排気があるっていうので、そういうことね。熱がこもらないようにはしてます。はい、はい、結構雪上って、あの、全開率が高かったり、結構熱こもるんだよね。そうなんですよ。で、やっぱ密閉されてると、僕も一回、ブラシモーターが一回燃えたことがあって、おー、なんかそれぐらい深くかかっちゃう。お、じゃあフルカバーはしたいけどエアは流したいという感じでね。じゃあこっち吸入で上に抜くという、これね、はい、はい、じゃあちょっとインナーカバーを取ってもらいましょうか。はい、はい、出た、このね、謎の機能が、謎の機構がついてますが、はい、じゃあまあこれ後でまず車から行きましょうかね。車はこれ、強小の、レーザー ZX5 をベースにホイールベースを縮めた自作カー。あ、はい、あの、バギーカーだね、四駆のバギーを、カットして短縮だったっけ。あ、ここね、これ何センチくらい短縮してるの。これ実はもともとスカイホビーのお客さんが作った車を、まあ、譲り受けまして、まあ、それで使ってるって言ったところで、これ作ったの自体は私じゃない。あ、そういうことね、はい、はい、まあ、シャーシー切ってちょっと縮めてツーリングカーのサイズにしてるところですね。はい、プロペラシャフトとかも、まあ、辻褄合わせてるような。あ、はい、まあまあ、あの、バギーカーの四駆で割とスタンダードなフロントモーターで、ここにスパーがあっての四駆、シャフト四駆ですね。はい、で、まあ、それを縮めて、で、なんだっけ、幅を詰めるので、これサスアームもそうですね、かっこいいのがついてるんだけど、はい、これが、3D プリンター製の自作だったっけ。そうです、もともと普通の、ツーリングカーのサスアームつけてたんですけど、はい、まあ、もっと動かしたい、あとトレッドもこうボディとつら位置にしたいみたいな感じで、まあ、幅をこう最適な長さにして、はいはいはい、なかなかこの微妙にガルアーム形状になってたりして、かなりこだわって作ってる感じだね、はい、おー、いや、最近の 3D プリンターすごいね。これ強度的には全然問題ないの、これ。そうですね、一回クラッシュで折れちゃって、はい、で、造形方向を変えたら、あの、全然折れなくなって。あー、やっぱりあの造形方向でバレたり、あの、剥がれたりするんだ、はい、あの、ジャンプの着地で折れちゃうってことがあります。あ、はい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 、おー、まあ、というわけでこの市販品と身構うかごとくの 3D プリンター製のサスアームがついてますという。
はい、マシン的にはまあ大体そのくらいかな。まあバギーベースのこれ、はい、フロントダンパー。そうですね、フロントダンパーもバギー用のダンパーで、ストロークはかなり、まあ、そうね、かなり車高から含めてふにゃふにゃな、まあ、はい、あ、これリバウンドから含めてすごいね。はい、雪上、まあ、今年はレースないんですけど、はいはい、今までのレースってこう大体ラリーが最終ラウンドで、あ、路面のギャップがね、ボコボコでね、磨かれちゃって、でボコボコもすごくて、まっすぐ走らなくなっちゃった、ね、なのでこう車は浮いてても常にタイヤがこう地面を捉えてほしいっていうので、ストロークと、あと、まあ、ガルアームもこれの一環でやってるとか。おー、これ普通の車高はどのくらいでやった、2センチくらい、そう、15ミリとか15ね、はい、うん、で相当リバウンドもあるねって感じだね、はい、まあ実車のラリーカーもグラベル仕様ってめっちゃリバウンドあるもんね、はい、このあのだからタイヤがこうボディからこうボーッとね、ジャンプしてる絵とかもめっちゃタイヤが出てたりね、はい、こんな感じで非常にふにゃふにゃな、本当にオフロードカー的なサスペンションだね、これはね。雪上用のセッティングっていうか、ダンパーオイルも今50番とか、あ、そんな柔らかいんだ、はい、あ、で、あとはこれタイヤ、これラリブロ、ラリブロです。今日ちょっといろいろタイヤは試そうと思ってて、はいはい、環境省のタイヤとかもやろうとしてます。あ、で、まあこれあのスノーラリーお約束のこのサイプ加工っていうかな、はい、サイピングしてあって、まあ実車のスタッドレスみたいな感じの、はい、これラリブロのソフト、ラリブロソフトです。あー、をこうやって切って、はい、まあ、下これね、全部これ手作業で切るのめっちゃ大変だよね、はい、いやー、これはなかなか執念がこもってますね。はい、マスクが真っ黒になっちゃいます、ね、あー、これね、あ、これ何、あのリューターの、そうです、あの刃で切ってたのね、ちょっと、はい、おー、はい、まあマシン的にはこんな感じなんで、ついにこのね謎のびっくりドッキリメーカー行きましょうか。はい、マスダンパーですね。あ、こんな感じで、本当だね。バッテリーをこうダンパースプリングで通ずりにして、はい、あの完成ダンパーとして使おうという、はい、まあまあ F1 とかで昔流行ったマスダンパーとか、まあ今はミニ四駆でも結構ある感じだね。で、最初ミニ四駆のやつつけようと思ったんですけど、いろいろ計算してみて、タイヤが4分の1埋まった時にどれだけのエネルギー吸収しなきゃいけないかって計算すると、あの重さじゃ足りない、はいはいはい、あの重さでやろうと思うとすごいストロークが必要になっちゃうので、まあ、こんくらいのマスで、あ、はいはいはい、10ミリっていうような、このショートリーポーってどのくらい、200グラムくらい、200グラムぐらいですね。あ、お、これまあダンパー上に上がる方はこっちのでかいダンパースプリングで積んで、下側が中にインナースプリングがあるんだったっけ、その通りね、ダンパーの中にスプリングが仕込んであって、こう下がる方向に、まあでまあ釣り合ったところで宙吊りに浮かせておいて、はい、まあギャップとかジャンプの着地で、はい、こう完成ダンパーとして機能させようという狙いで、これも試したの、走りは、これからです。これからね、取るかもしれない。あ、ここはあの、あくまであのいろいろ理論的な裏付けもあるけど、まあ試作してみてこれから試すってやつね、はい、だからその例えばこのバネいらなかったり、はいはいはい、実はこのオイ今何も入れてないんですけどオイル入れた方が良かったりっていうのは、あ、今回レースないんでいろいろ試して遊んでみる、はいはい、まあ雪上テストってなかなかできないもんね、はい、いやすなかなか、もう最初画像を見せてもらった時ねなんじゃこりゃって感じだったんですけど、こう普通に例えばここ2つポスト立ててバッテリーを揺らすと、はい、多分こういう方向に動いちゃうんですよ、ね、ああ、はい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 、なので車の真ん中から取りたかった、あ、そういうことね、はい、あの真中央からウエイトを釣ってマスダンパーにしてるって感じ、ね、若干やっぱレイアウト的にこうオフセットしちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、それでも多分橋よりはマシなんじゃないかって感じで、いうことね、まあ、確かに 200g のウエイトは積めないから、まあ動かせるものといったらこのバッテリーが一番手取り早いかって感じだね、はいはい、最近あのダイレクトドライブの F1 でもこうバッテリーを動かすっていうのがなんか、ああ、そうなの、流行ってるみたいで、へーへー、それをこう真似したっていった感じ。あとはまあ丸山君結構ねこのカーボンの加工とかもね、これも全部自作というか、そうです、これは機械に切らせてんの、そうですね、はい、あ、はいはいはい、まあ、この辺は最近の
キャド使って切り出しやってるって感じで、ダンパースケート今回新しく作ったのかな、アッパーデッキですね、マスダンパー用にこうバッテリーが当たらないように、ああはい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 、いやー、まあ、ちょっとこれがね一見奇抜で、まああれか、まあ、ラリーカーだから重心高とかはあまり上がろうがまあいいだろうという感じね、はい、やっぱりこうさっきもちょっと話しましたけど、こうストレートを速くまっすぐ走らせるために、まあ、これをつけて、ああそうか、あのストレートとかでもギャップですごく動く雪上ラリーならではのトライだね、これは。まあ普通のオンロードコースじゃいらないもんね。重りになっちゃう。はい。まあドリフト方面ならこういうアプローチもありかなってちょっとするけどね。へえ。まあそんな感じで、はい、一見非常に怪しいですけど、まああのそば運ぶおかもちみたいなノリでね。まあ用途は逆なんだけど、あのそばはこれを守るためだけど、これはどっちかというとこの完成ダンパーとして。マシンの挙動を安定させようという狙いですね。はあ、でまあこれをカバーするためにこの非常に怪しいって言ったら怒られるかな。この潜水艦かなんかみたいな、はい、こんなインナーカバーも自作で、いや最近の 3D プリンターやっぱすごいね。はい、最初こうバギーのボディを乗せてたら、はいはいはい、やっぱりここが思いっきり当たっちゃうみたいな。あ、そういうことね。まあでまあ雪の侵入も塞ぎたいということで、まあこの完全に。いやーこういうのをね一般ユーザー、まあまあ丸山くんはちょっと特殊っちゃ特殊だけど、まあ仕事柄っていうのもあって、はい、こういうトライもできるという時代になってきましたね。いやーありがとうございました。じゃあまあこれでちょっと後で走ってるところも、はい、マスダンパーが動いてるとか分かんないと思うけど、まあ、ありなしでちょっと今日は走らせて、あーまあちょっとあの効果は分かんないんですけど、とりあえず走行もねこの後ちょっと見てみたいと思いますので、はい、そんな感じで今日のねマシン紹介はとりあえず丸山選手のレーザー ZX5 回ラリーバージョンプラスマスダンパーで、はい、というわけでじゃあこの後走行させてもらいますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。白樺ツーインワンラリーフェスティバルスノーラウンドのラリートーナメントですね。ミニラリートーナメント決勝戦、はい、いよいよ丸山選手対、あそうですね、岩沢選手、はい、これはチャンピオン戦同士、チャンピオン同士の決勝です。第1レース第2レースのチャンピオン同士、はい、丸山さん勝った方に御嶽が贈られます。お商品がでは行きます。3、2、1、さあスタート。さあ前で最初に見えるのはどっちだ。岩沢選手が前。おー、あちら決勝戦、あー、マルちゃんが前か。さあまだ2周目、あーっとあ、タイトルだ。おお。2ラップ目。すごい、さすが決勝戦。さあ、3ラップ目に入った。さあ、若干広がったか。まだわからない。さあ、ファイナルラップ。おお、まるちゃん、逃げ切るかな、これは。おお、おお、おお。おお、あったー、これ丸山選手優勝、おめでとうございます。じゃあ丸山選手こちらに副賞がありますよね。おめでとう、写真撮りましょう。じゃあちょっとエキスパートチェック、エキスパートチェック、はい、マルちゃんの、うん、なんだっけ、レーザー ZX5 はい、はい、あの岡本バッタ、はい、はい、じゃあちょっと僕受けさせてもらいます。やれるから株しようね、株しよう。はい、じゃあ下行きます。そもそもコース覚えてないんだけど、あの辺が影で見えない、
お、すげえ走れる。ああ、いいから。あそこすごい難しいです。ギャップがあって、はい、すごい慎重に。こういうところの収まり方もすごいんだよね。はい、死んだ。ああ、でここにちょっとあのインナーがあるんだね。すげえコントローラブル。楽なんだ。あの程よくない。あの曲がるけど。あ、これすげえいいな。曲がりすぎるときはジャイロ割り当ててあるんで走りながら合わせてます。ジャイロあれば踏めないな。あ、これ楽しいね。ラリーカーとして俺もこれで来年出たい。あ、こんなに走るの。うまいよ、うまいでしょ。うまいよ。あんな色。じゃあこれバルちゃんいい軌道だね。ありがとうございます。三浦君やりたそうだね。はい、じゃあマルちゃん降りとくわ。はい、じゃあマルちゃんそこ置いてくれてよ。はい、じゃあ三浦さん、はい、優勝マシンドライブです。そう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 、さすがうまいね。高橋さんのスタジオグランプリやると思って。いい感じだね。おお、いい、うまいね。気楽、うまいね。ここ4脱しても大丈夫だから。4脱しようがないからね。おお、すげえ簡単じゃん。ねえ。いやこれマルちゃん、はい、マルちゃんがうめえかと思ったけど車がいいんじゃねえか。しかし楽だね。すげえ楽ねえ。まあ攻めたらねって感じだね。ありがとう。はい、すごい。いやこれよく走るわ。すごい簡単だね。ねえ、楽しめるよねえ。これジャイロ効いてんの。ジャイロは今 5% だけ。ほんのちょっとなんだね。走らせながら合わせてもみたいな。いやありがとう、いい車だったわ。じゃあ三浦君、来年これでまたなんか勝負しよう。来年るよ。ええ、そうそう、これでね、これじゃうちの車。ああ、そうだね。じゃあちょっとその辺また来年ということで。はい、ありがとうございました。